はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。いきなりですがダイヤを抱えて斧を作っちゃおうかなと思います。よいしょ。今使っているのが耐久2、効率2なので、ちょっと木をね、今本当に松が大量に使われているので、これで、あれ？ラピスラズリ 2?2 個じゃダメじゃない？ねえ、2個じゃダメだよね、これ。3ついるよね。いるっけ？乗せる。乗せる。ああ。準備が悪いよ。ん？でもラピスって花火の時の染料で結構持って帰ってき、よし、あったあった。分解して、よいしょ。ちょっとまた荷物がね多いです。しまわなきゃ。でちょっとね、またね、調子が悪いというか、体調がね。で、ちょっとね、声を荒げて喋ると、咳がね、なんか今、喉の調子が本当に、喉っていうかね、肺の調子が悪くてですね、息を吸うと、むせるんですよね。なんか、ある一定のレベルまで息を吸うと、むせるんですよ。それが嫌でね、シルクタッチつくの？いらなくない？取っちゃう？とりあえず。えい。あ、効率強化4。嬉しい。そう、なんかね、肺の調子が悪いでござんす。ここはゴミ入れじゃない。上を向いてぽい。そう、笑っちゃダメなの。笑うと咳出るから。笑わないように。笑わないようにいきます。なので今日はちょっと短めでご了承ください。そう、コメントで、いただいておりました。松の木は 4×2×2 で大きな松になりますよというお話だったので、笑っちゃダメ、咳出るから。ちょっと幾分か置いてみましたら、ズン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 生えてまいりました。僕知らなかったんですよね。一回ごめんなさい、また戻りますね。松の木が大量に生えてるかっこいいバイオームあるじゃないですか。川が流れてたり、土の色が違かったりね、する場所。僕はあそこの土でしか生えないと思ってたんですよね、松が。2×2 だと。ただ、どこでも生えるようで、コメントをくださった方、ありがとうございます。これで松のね、回収がだいぶ楽になります。耐久を2つけておきたいよね。オッケー。前のももう壊れそうだったから、これで強くなりました。とりあえずここにね、あー咳が出そう、やばい。いや、笑っちゃダメです。ここを取り掛かりたいんですが、一本だけね切らせてください。いいか、時間もったいないか。一本だけ切ります。あー早い気がする。効率強化4、効率強化って5まで行くんでしたっけ？5にしたらもっと早いのかな。よいしょ。で、普通に松を育てるとですね、葉っぱが少ないんですよね。なので苗木の回収率が普通の木より弱い気がして、ただこれだとね、がっつり生えてくれるし、こんなもんでいいか。日が暮れそうだな。こんだけね、原木があれば、原木を使った、今回ね、ちょっといろいろイメージしてるのは、この町のね、イメージをしているのは、原木をふんだんに使っていくっていうことをちょっと
目指してやっていこうかなと思っています。でここもここは2階は客室にしたいんですけど、階段から上がってきて、まあ、階段をね 2マスにしようか今迷ってるんですけどごめんなさいね どうしようかな。例えばここだと階段これ落ちちゃうから、ここにね、今日お話ししたいことあったのにお家のお話で終わっちゃいそう。こうなると廊下が狭くなっちゃうんで、じゃあどうすんのっつったら、2マス開けるってなると、こっからって部屋どういうことよってなっちゃうので、ちょっと狭いですよね。なので階段を少し狭めようかなと思います。の前にでも外見をね作っておこうかなと。外っ面見た時にね、まあ、ここね、ここも部屋の方がいいかな。ここまでベランダにしちゃおうかなと思ったんですけど、そうするとこう、まあどうだろう、2部屋か3部屋、2部屋か3部屋にしようかなと思ってるんですけど、そうするとここね、みんな同じとこベランダ出てね、移動教室の部屋みたいになっちゃうよね。とかベランダ、マンションのベランダみたいにこう防火壁みたいなね、破れますみたいな壁になっちゃうので、どうせならここまでもうベランダとかじゃなくて、ここまで出れるようにしちゃおうか、家を、建物をね。で暗くなってきたんで、一回小屋に寝に帰りましょう。咳が出そうだ笑っちゃダメです、真剣に。はい、いや困った困った、なんか最近体ボロボロになってきたな気をつけないとね。もう若い時みたいにね、一徹二徹してヤッホーヤッホー言ってやれるような体でもないんで次の日必ず響きますよね。昔は徹夜とか平気でできたのに。そう、とりあえず今8分ぐらい話してきて、そろそろね咳がやばいんで来そうなんで、今日は切り上げたいかなと思ったんですが、今日話しておかなきゃいけないというか、8月の27日、今日は27日です。で今日はですね、ファイナルファンタジー14が、咳が出そう。申請してから。ちょっと重たいかな。ファイナルファンタジー14が申請してから、ちょうど2年目になります。おめでとうございます。よいしょ、いやおめでたいことです。うん、かっこいいんじゃない。で2階の壁ができるか、2階の壁ももう先に作ってみた方がいいね。どういう感じになるか。まあ2年間ぶっ続けで遊んできたわけではありませんが、途中でね休んだりもしてましたが、こう2年間なんだろう、常に一緒にね成長していくというか、こう MMO っていうのは成長していくコンテンツなんですけど、常にそうやって一緒にこうなんだろうな、今回このアップデートが来たんだよみたいな感じでね、ずっとそのゲームに対してこう意識を置いておくっていうのは、まあ MMO 特有なんでしょうけど、僕は今回がそういうのは初めてで、発売から2年経ったゲームに対して今でも遊んでいて、で今が僕は一番ピークで遊んでいる気がするんですよね。まあいつもピークで遊んでたんですけど、遊ぶときはね、なかなかね、こんなになんだろう、長いこと遊ぶゲームも珍しいよねって思うんですよ。もちろん MMO をプレイしている方っていうのは、まあこれがね当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないんですけど、
僕にとって初めての経験だったので、非常にこのタイトルには思い入れが、そしてファイナルファンタジーというね、大きなタイトルでこういう遊びができているのはすごく僕的に嬉しいなと思って、この前もねサントラが発売になりました。26日かな、買ったんですけど、25日にフラゲしたのかな。そのサントラもね、もうブルーレイディスクで発売してるんですよ。サントラすごいですよね。61曲入りで、ファンフェスというイベントがあったんですけど、その時のライブ映像も入って、でアマゾンでベストセラーのね1位を取って、楽曲を作られているソケンさんが感激しておりましたが、アマゾンの方でもね、今回の CD と申請した時の楽曲入ってるやつ、これもね109曲ぐらい入ってるんですけど、あと申請前、そしてピポピポウィン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 来て申し訳ございません。あ、木がなくなっちゃった。そのアルバムもね全部売り切れになったということで、すごいですよね。さあ表から見てみましょう。あのね、側をまた木で囲もうかなと思っています、原木で。ちょっとあれだね、お高そうなあれだね、宿屋だね。こんな感じ。この辺はどうにかちょっと模様付けした方がいいね。寂しいね。まあ窓がつくかな、窓がつくと思うので、この辺は階段か、窓がつくからまた変わってくるでしょう。あれすごいね、めっちゃモサモサだね。あれ面白いね、松の木。あれは頭の上だけ生えてたりさ、すごいなんか多種多様だね、生え方が。はい、そんなところで、まあ、木はねこれでサクサク集められるようになったので、どん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 原木をふんだんに使って作業していきたいと思います。そして僕は喉をね、肺の調子を整えないと、せっかく実況してるのにね喋れなくなっちゃったらつまんないので、僕自身まあこうやって静かに喋る回が続くかもしれませんが、何卒ご了承いただければ幸いです。なるべく聞き取りやすく喋るつもりではありますが、ちょっと声がね暗いので、その辺ご了承いただければありがたいです。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。